最高裁判所は、ダブリンのフォーコーツにある最高裁判所は、アイルランドの最上級司法機関である。最高裁判所は、最終審の裁判所であり、高等法院とともに、議会の制定する法律に対する意見審査権を行使する。また、政府や私人に、アイルランド憲法を遵守させることも管轄する。庁舎は、ダブリンのフォーコーツにある。最高裁判所は、 主席裁判官と呼ばれる最高裁判所長官と高等法院長、その他少なくとも7人の通常裁判官で構成される。高等法院長は普段は高等法院の裁判官であり、職務上最高裁判所裁判官となる。法廷は3、5または7名の部で開かれる。複数の部が同時に開かれる。大統領が 憲法12条に基づき高級的に職務を遂行できなくなったかどうかを判断するとき、憲法26条に基づき大統領から最高裁判所に付託された法案の合憲性について審査するとき、その他あらゆる法律の合憲性について審判するときは、最低5人の裁判官で法廷を構成しなければならない。最高裁判所裁判官は、 政府の拘束力のある助言に基づいて大統領によって任命される。1995年以来政府は司法諮問委員会の拘束力のない助言に従っている。1995年裁判所及び裁判所職員法では最高裁判所の普通裁判官の定年が72歳から70歳に引き下げられた。この法律が施行される前に任命されていた。 裁判官は72歳まで任期が続く。1997年裁判所法では法律施行後の首席裁判官の任期を7年に制限した。以前からの首席裁判官は法令上の定年に達するまで裁判官として在職し続ける。最高裁判所は高等法院、刑事控訴院及び軍法会議上訴裁判所からの上訴を管轄する。 合憲性に関する上訴の場合を除き、最高裁判所の上訴の受理に関する権限は厳しく、制限、または完全に排斥することができる。最高裁判所は、巡回裁判所からの法的な争点に関する、紹介も受け付ける。最高裁判所は、二つの事案に関してのみ、第一審管轄権を有している。一つは、憲法26条に基づき、 大統領から付託された法案に関し、交付前に合憲性を審査する場合であり、もう一つは憲法十二条に基づき、大統領が職務遂行能力を欠くかを判断する場合である。上訴を提起する前に、第一審裁判所、または最高裁判所自身の許可が要求されることは、あまりなく、最高裁判所は、どの事件に判決を出すかについての決定権をほとんど、 有していない。最高裁判所は、高等法院とともに、憲法に違反する法律を無効化する権限を、行使する。また、公共団体や民間団体、市民に対し、憲法を遵守させるために差し止め命令を出すことも、できる。アイルランド憲法は、明文で立法に対する意見審査制を規定している。憲法施行後に成立した法律は、合憲性の推定が働き、 憲法と矛盾する場合に無効となる。他方、憲法施行以前の法律は、憲法と調和しない場合に無効となる。憲法は、26条において、法律として成立する前の法案についての、意見審査も規定している。法案審査の権限は、国家評議会と協議の後、大統領から直接付託される。最高裁判所が26条に基づき付託された。 法案の合憲性を支持したときは、いかなる裁判所も、その法律の合憲性を再び問題とすることはできない。最高裁判所裁判官は、通常、賛成か反対かを問わず、個別の意見を自由に述べることができる。ただし、憲法施行後に成立した法律や法案の合憲性を審査する場合は、一人の裁判官のみが宣告し、いかなる反対意見も付されない。 これを単一判決ルールという憲法施行前の法律の合憲性を審査する場合は反対意見及び賛成意見を述べることが許されるアイルランド憲法制定後の20年が経過し最高裁判所は重要な憲法学上の判断を示したスタートが遅い理由の一つは1922年以前アイルランド全体はイギリスの一部であり最高裁判所裁判官は イギリスの法律学で訓練を受けていたが、それが議会統治と立法府への服従を強調するものであったからである。1922年の憲法下では多くの事案で数密院への上訴権が認められていたという事情もある。にもかかわらず、1960年代以来裁判所は多くの重要な判決を出している。その例は次の通り、今日では 最高裁判所は、その権限を超国家的な欧州司法裁判所と欧州人権裁判所の二つの裁判所と分担している。EU 法の最新の解釈に関する事案に関しては、欧州司法裁判所はアイルランドの最高裁判所の解釈に優先する。アイルランドでは欧州人権条約が解釈上の準憲法的な地位のみ有するため、 アイルランドの裁判所と欧州人権裁判所の間の関係はより複雑である。アイルランド議会法は可能であれば、この条約に即して解釈されるべきだが、条約は明確な立法趣旨と無効化する、いかなる憲法の要求にも変わるものでなければならない。また、条約の規定は独立の素因として使えない。最高裁判所の判決に対しては、いかなる裁判所にも上訴できない。 欧州司法裁判所は、アイルランドの裁判所から事案を事実記載書によって、受け、敗訴当事者は最高裁判所より前に、欧州人権裁判所に訴え出た場合、欧州人権裁判所の判決は最高裁判所の判決を排除する効力を有しない。欧州人権裁判所の判決は、自動的には、アイルランドの法律に優先することはなく、それを完全に発行させる立法や、 憲法上の国民投票が要求される。ありがとうございます。